下がりましたよ今日。いいですか。ネットがね、今日なんか更新ができんでおるんですよ、実は。でちょっと今それでガタガタしてたんですけど、私ごめんなさい。あのあれ本当看板に偽りありでごめんなさい。今日ですね、ホームページのちょっと更新が不具合が起こっておりまして。2507って。はい、今日触ってるんですよ。いいですか、はい、もうあのたまにこんなことがありますので、昨日と更新もしされてない時はちょっと問い合わせていただくと、はい、あちょっとすみません、あの今あの今日あのそういうパソコンの不具合で更新ができております、ね。はい、すみません、はい、いいですか。はい、いつもありがとうございます。申し訳ございません。では20金です。本格的な夏ですね。夏ですね。もう夏、もう長雨があの終わったかと思ったら、もう極端から極端ですよね。そう、大雨で洪水とか、ね。うん、あ、そちらは何もなかったですか。大丈夫です。あのおかげさまで私の方のこの辺も大丈夫なんですけど、ちょっとこれの先があのそれこそ笹栗線止まってたみたいなんですよね。そのなんかあれですね、ポイントずっとずいぶん溜まりましたね、うん、そうそう、お財布を買わなかった。あ、なんかね、お客様のお気に召す商品がなかなか入ってこないんですよね。あのメンズのね、ちょっとね、あのおしゃれ物ってね、中古業界弱いんですよね、実は。あのほら女性ってあのちょっとこう、まあ、もらうことも多いんでしょうし、うん、そのあとファッションによってこうお財布変えられたりとか、まあ、そのバッグとかもそうなんでしょうけど、あの男性ってどっちかって気に入ったら使い倒すでしょ、ボロボロになるまで。そうですね。だからどっちかっていうと余剰品、男性メンズものの余剰品って少ないんですよね。だからちょっと、はい、その辺が厳しくてすいません、いつも。お願いします。はい、暑い中ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。それを絶対やってほしい。だって目標を掲げないとダメでしょ。え、でも私の目標、あ、子供を作るよりパートナーを先に作って、これを先に持っとかないとダメですよ。私絶対ね、もう何歳になってもいいから、今のパートナーと絶対一緒なんで、できればもう一人子供を作る。あ、私が一人いて向こうに3人子供がいる。でも一緒になって無理やったとしても作ろうと思う、うん、ね、でもね、子供が欲しいだけを思ったらダメだと思う。あ、いや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 、あのね、なんていうの、もったいない、美人やのに。美的センスおかしいですよ。いや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 、じゃあおかしい。センスあるし、このほらここに並んでるの見てるだけで楽しいじゃないですか。だからセンスあるし、可愛いし、あなた喋るもんね。喋りしちゃう。めっちゃめっちゃ。私この人やからほら、あの喋りの面白い人じゃないですか。ああ、いやそう、いやだって勝は勝は勝利で勝ない。だからすごいもったいない。うん。ダメですね、福岡の男は。福岡の男ダメですよ。もっとこう、で私のその会社の女の子の29歳の方ずっと入った時から26歳の会社ずっと俺から出てたって言ってたけど、3年目にやっと腰上げて、だから30年前に考えたんだよね。でもね、あるね、この軟禁生活がいけないと思うんですよ、私。そうでしょ、だから、で、出かけるのは仕事だけよ。そう、でもアフターはお茶の稽古しか、あの筋トレに行ってる。もったい筋トレとかできないんですか。でも私ももう自分もそれはもう自分の中に入ってますもんね。ダメですよ、それがダメなんですよ。でもそんなことペラペラおしゃべりする暇ないですもん。でもその同じところのルーティンワーク、はい、ここだけをずっと回ってたらここだけで終わってしまいますよ。私そのものがルーティンワークですよ。そうそうそう。もったいない、別に。私の友達にいい人を多分面白いと思いますね。もったいないですよ。ただね、あの結婚してると行動範囲が狭まるんですよね。でも独身だから動けることもあるので、なんか得ると失う、失うと得るみたいな、なんかそのどれダメ、結婚しても両方得るって思うとか、ね、私全然結
でもね、このタイプを理解できる人ってもうかなりキャップが広がらないと無理だと思うんですよ。でもね、意外にね、うんうん、なんか私もそのバツイチになってもう今10年以上経つんですよ。いや私もね、バツイチになって10年以上経つんですよ。32になってさ、もう12年ですよ。こんな長いことを自分がね、独身にいるとか思ってなかったです。こんな氷河期で不毛地帯12年も続くと次がすぐあると思ったの。そう、ないないない、セイム、同じですよね、うん、でも結局、うん、自分でそのハードルを上げてて、うん、本気で探してなかったんだなって最近。ただね、ただね、うん、この12年があったけん今があるなとも思いますよ。このまま普通にね、うん、子供ができてて普通に来たら、うん、見えなかった自分っていうか自分を冷静に見るみたいなね、うん、なんかそういう意味ではこの苦しみの12年はね、うん、これからまた続くかもしれませんけど、なんかね、あの 本やら映画やらたくさん見る時間になったんですよ、うん、実は。すごい。じゃあ、うん、それの、はい、その趣味とかその考えとかの宗派の合う人がきっと現れると思うんですけどね、うん、なんか私結婚の人が、なんか私子供も絶対いらなかったんですよ。じゃあちょっとお金を渡してみます。でも本当にあのいいご意見をありがとうございます。で、ちょっとうちのスタッフのやり取りでもし、はい、あのお気づきの点があったら、いやあの本当に言ってください。はい、うん、わかります。あの、はい、あれですよっていうことで、本当育ててやってください。あのその受け止めるキャップは彼らにはありますから。ね、はい。いけるんですか、ね。その採用の仕方したことない。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お待たせしてから申し訳ありません。はい、いらっしゃいませ。今日はお忙しいです。はい。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。